いやこの試合僕すごく楽しみにしてたんですよ、もう倉島選手も、ね、3戦目なんて思わない方がいいですからね。もう見ての通りね、もう本当に花もあるし、ね、2戦2勝2KO と実力もあるし、でも須藤選手そうですねはこのね、福岡を拠点にするヤマトっていう格闘技団体のベルトを巻いて、はい、今ファイティングカイロスに入場の時ね、後ろに久保優太選手、木村実選手を従えて入場するのかっこよくてゾッとしちゃいましたね。そうですね、もともとファイティングカイロスに所属していたその久保、そして、木村ですね。そうですね。さあ須藤、そして寺島、はい、さあ第1ラウンドです。サウスポースタイル青のグローブ須藤、距離を取るステップ小刻みに、赤のグローブ寺島、距離が強烈、この三日月蹴り、これで前回の KO、 聞いたグラッと揺れた、大丈夫か、一気に寺島ラッシュをかける、あーこれまたボディへの三日月蹴り、寺島です。はい、今度はミドル、これ一つ冷静に見て見直せるのがうまいですね。そうですね、聞いてたはずなんですけどね。そうですね、はい、いや近藤海誠選手、序盤からこの勢いありますね。寺島は寺島選手をノーダウンです。寺島選手結構強いっていうのは噂で聞いてないんで、こうやってこう試合を見るのは初めてなのですごい楽しみです。なるほど、はい、さあここはラッシュをかける、これはダウンは取られて、あとこれは追撃では追撃をかけていきます。タイムストップがかけられます。これ枠からはみ出たら試合はどうなるんですか。今ロープの外に出たところじゃなくて、今膝をついたところで殴っちゃったから、今レフェリーがブレイクということですね。またリングから出た場合が普通に試合が一度止まってから再開となります。さあこの三日月寺島ハイキックダウン、ワンダウン寺島、いやいや見事。林選手いかがですか今のハイキック。三日月でその下の方に意識向けてたんですけど、それを頭に持ってくるのもさすがプロだなと思いましたね。なるほど、ストーンもこれやり返します。さあ右、一気に崩れた、ちょっと足浮いてるぞ。ストーリョータ大丈夫か。いやストーン選手めちゃめちゃ気持ち強いですね。そうですね、あと1回のダウンでストーリョータ TKO KO 負けとなります。座っててもいいのにすぐ立って落としましたね。いやしかし寺島も自らもこれスリップするほどの打撃の勢い、さらに狙う、さあボディが効いている、ボディが効いている、これもまた三日月が当たっています。さあ寺島一気に行く、さあ2試合連続1ラウンド KO 決着、勝ったのは寺島ひかる。3個のダウンを3つのダウンを1ラウンドで奪い切りました。強いな、この須藤選手強いですよ、はい、須藤選手じゃなければもっと早く KO されてましたね、寺島選手に。寺島選手は本当やっぱね、大沢文也選手とたくさん一緒に練習をしてるんだろうと思うんですけど、大沢選手のテクニックとかね、大沢選手独特の相手の裏を取るリズムみたいなのがあるんですよね、正攻法じゃないところが。そういうところを盗みつつ、さらにこの彼自身のフィジカルとセンスが爆発している感じですね。近藤海誠選手、どんなところ強いと思いますか、はい、その寺島ひかる。やっぱ三日月から試合を作っていく感じが僕すごい好きでした、ね、フィニッシュはハイキックだってパンチでしたけど、その三日月で作っていった寺島ひかる、はい、その声を聞きましょう。いつも試合の時ちょっとアドレナリン出すぎてほとんど試合の時の記憶ないんであれなんですけど、試合の時大きい会場とかいっぱい人に見られてる方がめちゃくちゃいつも以上に力発揮するんで、年末 K1 2試合あると思うんで、選べるまだ戦績じゃないと思ってるんで、2大会どっちでもいいんで、 K1 年末2つ僕のこと呼んでください。面白い試合します。今プロ戦績3戦3勝 3KO で、俺しかまだパーフェクトレコード
コード残してるのいないのかなと思うんで、相手誰でもいいんで、4戦目、K-1 お願いします。最後にすいません、セミファイナルに僕の兄貴が出るんで、僕の兄貴の応援まで皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。試合を控える大沢文也選手もその傍らにいました。寺島ひかる、見事な勝利です。いや、近藤海誠選手、まあ階級自体は一つ近藤海誠選手よりは下となる寺島ですけれども、はい、まあいい選手がいますね。そうですね、僕も階級近いということで、すごいなんかライバル心が出てきました。なるほど、寺島ひかるパーフェクトレコード、この勢い一体どこまで。